さんこんにちは、ちゃんゆかです。本日はですね、岐阜県羽島市にあるマイピット岐阜さんにやってまいりました。でこちらのマイピットさんですね、室内にドリフトのコースとミニッツのコースと、あとこうエアガンを打つことができるシューティングレンジっていうのが最近できたそうです。そして外にはですね、オフロードバギーを楽しむことができるオフロードサーキット、オフロードコースもあります。で、友達の家に来たらラジコンサーキットがあった、そういうコンセプトでこのマイピットさんやってるそうで、本当にですね、こうそのコンセプト通りアットホームな感じのお店かなと思います。そしてこのマイピットさんに併設でミニ四駆ステーション、トイボックスさんというお店もあります。でそのトイボックスさんですね、ミニ四駆などなどをこう扱ってるお店で、今後ですね、ミニ四駆のサーキットも作る予定だそうなので、ぜひですね、こうラジコン好きな方だけじゃなくて、ミニ四駆が好きな方にも楽しんでいただけるお店かなと思っております。はい、ということで、今日はですね、このマイピットさんでオフロードバギーを走らせていこうと思います。ということでですね、今日走らせるマシンご紹介していきます。せーの、ツン、青白のやつ。はい、こちらですね。こちらのマシンですね、タミヤの DD01 シャーシドゥルガというモデルですね。はい、ベルトドライブの 4WD のマシンでございます。はい、で、今日もですね、すごく天気がいいので、楽しんで走らせていこうと思います。それではレッツゴー。オフロードコース全体はですね、こんな感じになっています。それでは早速走らせていきます。こうちょっとまずは最初はゆっくりめなスピードで走らせていこうと思います。ぶつかっちゃいました。あれ、なんか難しいな。ジャンプしてターンして、ここもターンして、あっ壁にぶち当たっちゃいました。ピンしましたね。こうジャンプ台行けました。楽しいドゥルガ。楽しいですね。いや、オフロードやっぱり楽しいな。めっちゃ飛んだ。あ危ない。こうなんか砂の感じめっちゃかっこよくないですか、砂煙が。ああっ壁にすごい滑るな、めっちゃスピンしちゃう。あれ難しいぞ、難しいぞこれは。あれ、なんかめちゃくちゃ下手くそでごめんなさい、本当に。ジャンプ飛べるかな、こっちのジャンプ台うまく。お、いい感じに飛べた。ジャンプ、アクロバティックなジャンプが決まりました。はい、皆さん、リアハブが折れちゃいました。はい、ジャンプの着地ミスって、結構衝撃がおそらくかかったんだと思うんですけど、こうちょっと見えますかね、ここ
ポキッと折れちゃいました。はい、ということで、ブルガのリアハブ交換していきたいと思います。はい、使う工具はこちらタミヤの RC ツール8本セット、こちらを使って直していきます。はい、ということで修理完了しました。なのでちょっとまた気を取り直して走らせていこうと思います。本日この DB01 シャシーブルーが走らせていきました。こう途中でハブが折れたり、まあ、そんなことがあったんですけど、まあ、なんとか交換して楽しく今日一日走らせることができました。ということでですね、お家に帰ってこのブルガの詳細の方をご紹介していきたいと思います。それでは帰宅。はい、ということでお家に帰ってきましたので、今日走らせたこちらタミヤのブルガご紹介していこうと思います。で、このブルガですね、私が確か4台目に買ったマシンで、なんか別の用事でラジコン屋さんに行った時にジャケ買いしたマシンですね。で、お家に帰っていろいろラジコン組み立ててかっこいいなって思ってて、いろいろ調べてたらブルガっていう神様がいらっしゃったんですよ。で、他にもこの同じ DB01 でバルドルっていうモデルとか、あと DM01 シャーシー、ニックバギーのザハークとかですね、そういったキットの名前っていうのがっていうのと同じ名前で、ほぼほぼ同じ名前の神様がいらっしゃったんですよね。なのでこの頃のタミヤさんってこういうオフロードバギーに神様の名前をつけてたんじゃないかなということでですね、あのニクバギーハーデス、ジョンクバギーゼウス、あとはビッグタイヤオーディなどなどお待ちしております。はい、私そういうの大好物なので出たら買います。
はい、ということで改めましてマシンのオプションパーツの方からご紹介していこうと思います。まずこちらですね、カーボンのダンパーステアを前後につけています。オフロードサーキットって結構ジャンプがあったりして着地とかで結構こういうところ衝撃が加わると思うので、まあ、そういったところでこう耐久性とか剛性を上げるためにカーボンのものを使っています。あともうカーボンでだけでかっこよくてなんかテンション上がりますね。そして次がこちらエアレーションダンパーですね。このブルガのキット標準って CVA オイルダンパーっていうものが付いてるんですけど、その CVA ダンパーの方はですね、こうシリンダーの中、この中ですね、この中はオイルを入れて封入してるんですけど、このエアレーションダンパーの場合、このシリンダーの中にオイルと空気を入れて封入します。なので、こういうストローク量が少ない時は入れたオイルよりもなんか柔らかいオイル入れたかなみたいな感じのすごい滑らかな足の動きになります。なんですけど、こうジャンプの着地とかでこういう感じでストローク量が増えた時ですね、中に入っている空気が圧縮されて、まあ、減衰力が高くなるというイメージですね。まあ、最初はですね、なんかかっこいいなって思ってつけてみたんですけど、これは一番つけてよかったかなって思うパーツですね。すごく違いっていうのは体感することができました。なのでオフロードサーキットで高い走行性能を求めて走りたいなっていう方には、まあ、重要なパーツかなと思います。はい、それでは、ボディの方を取って中の方もご紹介していこうと思います。こんな感じですね。ちょっとこれちらっと見えてますかね、青いやつ。これもオプションパーツのアルミのモーターマウントをつけてます。で、ベルトドライブの 4WD マシンなので、どうしてもこう砂が噛まないようにフルカバーしてあるんで、なかなか見えにくいところにはなってくるんですけど、まあ、こういうオプションパーツって結構もう自己満足の世界になってくると思うので、まあ、あんまり見えないんですけど実はつけています。はい、それではですね、次にメカ類の方をご紹介していこうと思います。はい、メカ類こんな感じです。まず ESC がこちらですね。こちらは G-FORCE のスポーツブラシドブラッシュル ESC 使っています。このなんかヒートシンクがかっこいいのと、あとたまたまセールでちょっとお安くなってたので使ってみました。で、こういうモーターとかの配線も最初からついてるのですごい使いやすい ESC ですね。そして次サーボがこちらですね。サボックスの MC1251MG っていうサーボで、トルクが 0.9kg、 スピードが 0.09秒ですね。なので、こういったオフロードバギーでもオンロードのツーリングカーでもいい感じに使えるサーボかなと思ってます。なので私のこれからのマシンでは大活躍してくれるサーボかなと思います。で、プロポはこのマシンも3話の MTS で動かしています。そしてこのドゥルガですね、モーターが別売りなので、私はこのタミヤのスーパーストック DZ モーターっていう、まあ、23ターンのちょっと早いやつですね、つけてみました。で、結構ですね、トルク感もあるんですけど、回転数が 26,500 回転とかなので、結構上までしっかり回ってくれますね。結構これつけるとパワフルなマシンになりました。はい、で、オフロードバギー向けということで、そうですね、防塵対策のスポンジがついてたので、これもつけてみました。はい、でメカ類はこんな感じですね。はい、でこのブルがですね、ミドルクラスのマシンということもあって、初めからある程度の調整幅を持ったマシンキットになっています。例えばですね、この足回りとかステアリングのアームですね、エントリーモデルって呼ばれるようなキットの場合は、こういうアッパーアームとかですね、長さを変えることのできないアームが初めからついているので、こうアライメント調整したいなって思うと、オプションパーツのターンバックルシャフトっていうのを、まあ、追加で買う必要があるんですけど、
ブルガーですね、もう初めからこういうところターンバックル仕様なので、まあ、アライメントの調整ができるので、まあ、コースだったり走らせるフィールドでこうそういったところをアライメント調整してまた違った走行性能の違いっていうのを楽しむことができます。あとはですね、キットにも最初からセッティングシートってい こう細かくこれがどうであれがでって記入することができるシートがついてるので、まあ、そういうのを細かくセッティング取りながら自分好みのマシンにするっていうこともできます。で、私がオフロードサーキットでよく走らせる四駆バギーってこのブルガともう一台ですね、タミヤの DF02 シャシエアロアバンテっていうマシンがあって、まあ、そのエアロアバンテとブルガ比べるのもあまり良くないとは思うんですけど、まあ、両方ですねエアレーションダンパーがついてたりモーターも同じ BZ モーターがついてて、まあ、仕様はなんか似たような感じなんですけど、こう実際走らせてみると走行性能っていうところで路面追従性であったりあとジャンプ中の空中姿勢っていうのはなんかブルガの方がすごい安定してるイメージです。で、エアローバンテの方がですね価格的にもあと組み立てやすさ的にもフレンドリーかなとは思うんですけど、なんていうんですかね、こうサーキット走行も視野に入れてラシコンを始めたいなっていう方でご予算に余裕のある方であればこのブルガの方がむしろサーキット走行とかであれば走らせやすいかもしれないですね。で、このブルガですね私すごくお気に入りのマシンで、まあ、これからもですね長く走らせていきたいなと思ってるんですけど、最近ですねちょっとオプションパーツが手に入りにくくなってるんですよね。なのでタミヤさん、パーツの再販の方をお検討いただければ幸いでございます。はい、というわけで今日はですねマイピットさんでこのドゥルガを走らせていきました。で、このドゥルガをですね高い走行性能をぜひ皆さんにも体験していただきたいなと思いますので、この DB01 シャーシぜひチェックしてみてください。そしてですね、今日マイピットさんで走らせてみて私の技術のなさっていうのを改めて実感しました。なので、次回ですねもっと空海を持っていってリベンジしていこうと思います。はい、それではですねまた次回の動画でお会いしましょう。なゆかでした。